酒井忠道から1920年2月1日は、日本の家族、政治家、旧小浜藩主酒井家、第16代当主、貴族院伯爵議員。1851年、酒井忠義の長男として生まれる。父の死去に伴い、1874年2月4日に、家督を相続し、1884年7月7日、伯爵を除爵する。1891年9月25日、補欠選挙により、貴族院伯爵議員に選出され、1892年5月31日に、貴族院における選挙訴訟により前年の補欠選挙による当選が無効とされるまで在任した。ただし、同年6月7日の貴族院議員補欠選挙に当選して、再び伯爵議員となり、1897年7月9日まで務めた。1920年に死去した。酒井忠道は1900年11月3日、新宿区牛込新井町の酒井家邸内に学生寮、厚生学舎を創設した。厚生学舎は1955年に武蔵野市に移転した後、1995年に世田谷区に移転して学生マンションとなり、公益財団法人、雲浜奨学会が運営している。また、公益財団法人、雲浜奨学会により、酒井忠道記念特別奨学金が設けられている。ありがとうございます。